秋葉原店の中村徹です。カイヤと呼ばれております。はい、本日は僕の愛知紹介ということで、まあ今2つしか使ってないですけど、まあプレイヤーは駅泊使っております。でイヤホンは IX10 ですね。でプレイヤーの方ですね、まあ、僕もともと3段重ねとかいろいろやってた歴史があるんですけど、もう軽くしたいということで駅泊です音はですね、まあ本当に非常に解像度が高くて、で本当に音がきめ細かくて滑らかですね。ちょっと滑らかすぎるかなっていう感じはありますけども、まあ本当に素直な普通にいい音っていう感じのプレイヤーですね。よく言えばもうちょっと元気になってほしいっていうのはあるんで、まあ、今 AT100M2 っていうのが出てるんですけど、それがもうちょっと元気になってる AT120 と100のちょうど間ぐらいの音なんですけど、ちょっとそれに乗り換えちゃおうかなと今考えております。はい、で SD もまあ2枚入るんで、まあ、曲もまあ僕結構、まあ、メタル系ほとんどですけど結構入るので、これはやっぱ便利ですね。はい、イヤホンの方ですね。僕が使ってるのは EX10 です。ソニーの一番のハイエンドのモデルですね。これの特徴はそうですね、やっぱり一番は音の広がりがやっぱりとても立体的な鳴り方ですね。確かに解像度だけで言うとカスタムイヤホンとかの方が優れてるんですけど、僕は解像度よりも音の広がり重視型なので EX10 を使っております。で解像度もダイナミック型なんですが非常に高くて、細かい音がすごい非常によく聞こえてきます。でもう一つの特徴が低域の解像度だと思います。これ使ってる人じゃないと気づかない点かもしれないんですけど、低域の輪郭がすごい非常にはっきり聞こえてきます。もう本当に楽器が見えてくるぐらいの勢いの表現力ですね。こういう低域が出せるっていうのはなかなか僕も知らない音なんで、まあ、本当にそこは惚れて聞いてますね。ぜひメタラの方にはおすすめしたいイヤホンになってます。まあ、他にメタラじゃなくても、まあ、結構すっきりしてる音、高解像度 でさらに音が広がるイヤホンをお探しの方にはすごいおすすめのイヤホンですね。でケーブルも着脱式になってるんで、まあ、断線してもすぐまた使えるようになってます。はい、そんな感じですかね。以上カヤでした。